お待たせしました。お待たせしすぎたのかもしれません。ニコン ZFC。 はい、どうも、ウズです。すいません、先ほどまで全裸監督をね、ちょっと見ていまして、ちょっとまた影響を受けましたので、冒頭のところで使わせていただきました。はい、ついに発表されました、ニコン ZFC。 2021年6月29日、13時、ニコン公式サイトで新しいミラーレスカメラ ZFC が登場したんですけれども、発売予定は7月下旬、そして予約の方は7月1日午前10時から開始されますので、もうすぐ行っちゃう方はすぐ行っちゃってください。なんかね、もういい感じに仕上がってますよね、ZFC。まあ、すごいいいと思います。ちょっと使ってもいないんでね、無責任な発言ですけど。まあ、なんですけど、ほんとちょっとテンションが上がるような、ちょっと今回デザイン、作りのようですので、ちょっと気持ち上げ上げでね、ニコの ZFC の特徴を、さらっとね、流してみましょうと思います。流してみましょうと思いますと、お話しします。まず ZFC は DX フォーマット。はい、ニコンファンにだけ通じるワード。そう、APS-C ですね、センサーサイズ。まあ、なので、ニコンのミラーレスカメラとしては、Z50 に次いで、2つ目の APS-C センサーの Z カメラになります。ただ、今回はその話題に上がった Z30、Z50 の、ちょっとね、もうちょっとお得バージョンって散々噂に上がってたものとは違うようでして、あくまで ZFC なんですね。わかりにくいかな。それを表すのが本体デザインなんですよ。本体のデザインが本当に面白くて、クラシカルカメラのようなメカカメラですね、メカ式カメラかのデザインをとっていて、カメラの上部にしっかりね、アナログで操作できるシャッタースピード、ISO感度、そして露出のダイヤルを備えていて、でシャッターの部分もちょっと古き良きのね、シャッターの形されてるので、まあ、電源ボタンになるのかな、手前が。すごくいい雰囲気のカメラになってますね。それでいて、録画ボタンが独立して上部にあるっていうのが、しっかり新しいところ。そして今回の ZFC に関しては、なんと背面モニターがバリアングルでした。バリアングル液晶。まあ、ちょっとね、ニコンのこの形のカメラならば、チルト液晶でよかったんじゃないかなって思われる子さんの方も多いと思うんですけれども。まあ、私は今回バリアングル液晶にね、あえてしたところを高く、勝手に評価したいと思います。素晴らしい。ニコン素晴らしいよ。ちょっとこのテンションで言ってていいんかな。まあまあでも嬉しいからね。あと、興味深いところに、この DFC、カラーがなんと7色なんですよ。最初から展開してるのが。サンドベージュ、ミントグリーン、ナチュラルグレイ、コーラルピンク、ホワイト、アンバーブラウン、そしてブラックですね。まあブラックって言ってもシルバーなんですけど。で、その出てきてる色も可愛らしい色のね、パステルカラー的なものを採用してますので、女子をね、入れたいなっていうのは強く出てると思うんですよ。まあちょっと ZFC のね、イメージ画像のところでもね、女性の写真家の方かな、入ってますので、まあそういったところで女性ユーザーを取り込みたいというのが、まあ顕著に出てるんですけれども、まあこのデザインは素晴らしくいいんじゃないでしょうか。カメラデザインがね、全体的な外観としては、メカ式のカメラ、ちょっとマニアックなところをついていながらも、そのカメラをカバーする部分はポップなデザインのカバーになっていて、まあブラックだったらね、男性が使ってしっかりとね、かっこいいところアピールできるし、ナチュラルグレーもいいよね。なので、すごくバランスのいいカメラに仕上がってるなって私は思えますね。まあ中身のオートフォーカスとかに関しては、ここ最近ね、ニコの Z シリーズ、ワイドエリアオートフォーカスにも対応してるし、まあ動画撮影時のオートフォーカスも非常に優秀になってますので、そういったところの信用度も非常に高いと思いますので、ちょっとまだ使ってないからね、なんとも言えないんですけど、まあ間違いないかなと思います。使い勝手として。で、あとは動画撮影に関しては、クロップなしの 4K UHD 撮影ができる。これに関してはバリアングル液晶プラスカメラのコンパクトさを合わせて非常にこう入門的なね、これからね動画始めたいって方とか、スマホカメラじゃなく一眼カメラで動画撮りたいっていう方結構いらっしゃると思うんですけど、そういった方にもしっかり入門モデルとしても使い勝手がいいんじゃないでしょうか。まあ入門モデルって言っちゃうとちょっと失礼かな。十分本格的な映像撮影ができそうですので、はい、すごい贅沢な仕上がりになってるんじゃないかなと思います。で、ニコンの ZFC に関しては価格設定がね、正直ちょっと微妙なんですけど、まあ安く出すっていうカメラじゃなくて、ちょっとね、お高いカメラっていう印象もできちゃったので、まあ微妙なところがあるんですが、レンズキットはね、すごく魅力があるセットだとは思います。ZDX1650mm のレンズ。これ私使ったことあるんですけど、非常にコンパクトで、軽くて、この小型な ZFC にはめちゃくちゃ合うズームレンズだと思います。これはもうベタとして、用意されるのはいいかなと思うんですが、それと並んで先行発売的なレンズになるんですが、Z28mmF2.8 スペシャルエディションというレンズがあるんですけれども、これが単体だと2021年10月上旬発売予定なんです。
ところが ZFC とセットで買うと、まあキットレンズですね、で買うと、7月下旬発売となってますので、まあこのレンズと合わせて ZFC を早めに楽しむのもいいんじゃないでしょうか。まあ ZFC は DX フォーマットですので、実際には 35mm 換算で 42mm のレンズとなるのかな。まあ広角レンズというわけではないんですが、まあ標準レンズとして使い勝手が非常にいいレンズだと思います。まあ何よりちっちゃくて軽いからね。でニコンは安めのレンズでも描写性能を妥協しませんので、キットレンズだからって侮れないんですよ。すごいいい写りされると思います。はい、なのでこのキットレンズのセットでの購入、これからカメラ始めたいって方はおすすめでございます。はい、今回はまあだいぶ前からね、もう話題になってしまってたリーク情報をねパラッと出されていた ZFC、 ついにニコンからの正式発表となりましたので、動画でお話の方させていただきました。このカメラがニコンのミラーレスカメラの新しいスタンダードエントリー機になるのか、まあちょっとカラーバリエーションのね揃え方からしても、ちょっとニコンの気合がねエントリー機として気合を入れて出してるのかなと思うんですけどね。はい、今後の売れ行きがすごく気になるカメラの一つでございます。2021年前半はおとなしかったニコン、ここに来てちょっと魅力的なカメラの発表、いいですね。良すぎるかもしれません DFC すいません、全裸監督のせいです。はい、これからもちょっとニコンのカメラレンズ、注目して私の方では動画でご紹介していきたいと思います。普段からカメラの話を中心にいろいろなガジェットを紹介している私のチャンネルなんですけれども、こういう話が嫌いじゃなかったらぜひ高評価、チャンネル登録お願いいたします。ではまた別の動画で。バイバイ。まあでも正直な話ですね、ニコンは古くからのファンと、そして新しくファンになる人、この方向性がね、全く違うので、すごく板挟みな状態なんですよね。まあちょっとこれ第三者目線ですよ。ニコンの内部の話じゃないですよ。でも、私の身の回りにいるニコン使いの方って、ちょっとね、最近ニコンを手放そうかって思ってる方が、まあそこそこいらっしゃるんですよ。まあ口にしてるだけで実際はまだ手放されてないんですけど、まあただ、今回のね、DFC みたいな、ちょっと現代のニーズに寄り添ったカメラ作りに、ニコンが方向転換してきてますので、ちょっとまだニコンをね、見限るのは早いんじゃないかなと思うんですよ。まあね、最近ね、遅かった。いや、遅すぎたかもしれない。ニコンの方向転換。ほんとすいません、なんかもう全裸監督が頭から離れない。まあ、インフルエンサーマーケティングに力を入れ始めたり、今回の DFC みたいな、ちょっと現代のね、カメラの考え方によるような作りをしていたり、そういう流れにニコンも変わってますので、しっかりこれらの流れがうまくカメラファンの思いと噛み合ってくれたらいいですね。まだ先ありますよ。だまだまだこれからです、ニコンのカメラ。まあニコンのね、そのカメラ作りの誠実さ真面目さをより知ってますので、特にニコンのカメラ応援していきたいと思います。まあ私が応援してるのはカメラ全体なんですけどね、まあニコンに限らずカメラ全体、はい、盛り上がってくれることを期待したいと思います。 ZFC も貸してくれるかな、使いたいな。